中ですね。真ん中ですか。はい、トップ下の位置ですよね。はい、まあ、さばきもできるし、いろんな状況が見れる、読める選手ですからね。ただこの時間は難しいよな。難しいと思いますよ。ファードで点数取る選手っていうわけじゃないからね。はい、遅れてるよね。ちょっときついぞ。田村、頑張れ田村。もうお前だぞ。いやもう最後までやってほしいですけどね。本当一歩二歩遅れてるんですけど、最後まで体を張ってほしいですよね。はい、井原監督がね、その選択を選んで相手田村に持ってきたんだと思うんだけども。福岡の方がきつくなってねえか、山ちゃん、これ。そうですね、本当に今選手の表情を見てもきつそうな表情をしてますよね。そうですか、はい、ちょっとここ選手を後押しするのがこのサポーターです、ゴール裏。そうだそうだ、本当にね、非常に厳しい時間帯になっています。本当にあの上に上がろうと思ったらこういうのしのいでいくしかないからね、はい、J1 にね、ためにはセットプレー、山形入れる、ニアサイド、鈴木、ユインス、森本、よし、入れ方、さあ前に行けるか、アビスパのボールです。枝村、しかし再び奪われます。いや、いつなぎ裏を狙ってくる、入れ替わるか、タッチオン、バッティナ中へ、うわー、シュート、危ないシーンでした。いや、最後はアルバロ、いや、決定的なシーンを作られてしまいましたね。次にね、エルキもね、行ってね、あのドリブラーなんですよ、エルキもね、ああいうね、山形がここは圧力をかけてきます。交代して入った選手頑張らなきゃダメだ、これね、はい、松田、チャンス作れるか、チャンスを作りたい、アビスパ、アディショナルタイム、まもなく3分経過。ちょっと中固められてからやっぱりサイド崩すね、パスワークで崩すしかないけどね、篠原から鈴木、中を見て中央、おヘディングシュート、入った、シャー、枝村かわって入った、枝村、アビスパ移籍初ゴール、なんとこの劇的な時間帯で決めてみせました。2対1、いいとこ入ったね、田村、移籍後初ゴール、田村、これスラッシュです、スラッシュなの誰、田村選手です、田村か、はい、最後は田村、2対1です。鈴木からのボール、田村の落としに最後は田村、西田さん、今田村選手が勢い持ってゴール前入っていきましたからね。今まで田村田村って言った甲斐があったな。そうですよね、本当鈴木選手もよく見てましたよね、田村選手。さあパワープレーでくる、篠原、いやこれだよ、これこれ、篠原、篠原がダメだぞこれ、サレト、もう時間はクリアだよ、アディショナルタイムも4分すでに経過しています、ほとんど時間はありません、サイドクリアだ、ラストプレーか、ロングボール入ってくる、落とす、ヘディング、ここでタイムアップ、試合終了、アビスパ勝ちました。はい、苦しい苦しい時間帯を乗り越えて最後はアビスパ移籍の劇的な初ゴール、枝村の決勝ゴールで2対1、これアビスパ見事に勝ち点3をゲットです。これ監督も嬉しいよね。いや大きいですね、この勝ち点3は。最後誰選ぶかって言った時に絶対田村のね、田村のところはあの頭にあったと思うよ、限界かどうか、でも攻撃に行くためには、いやー、枝村入れてって格闘して、ね、入れてよかったな、はい、やっぱり現場の監督しか分かんないことだね、これは、井原監督の起用が見事にハマりましたね、本当にね、いやー宮田さん、今日のこの勝ち点3の意味合いなんですが非常に大きいと思います。いや一回追いつかれてね、で相手の流れになった時にまたそれを防いで、はい、で自分たちの流れが
来るワンチャンスをね、本当に流れまで来なかったけども、押されてきつかったけども、はい、よく最後にね、取り切ったっていうね、はい、勝ち点1じゃなくて勝ち点3なんです、はい、うん、さあそれでは今日のゲーム振り返りましょう。勝ち取りたい、前半は0対0でした。前半の24分、奪ってからの速攻、最後はユミンス、大きく枠をバーを越えていきました。ただ勢いありましたよね。そうですね。前半の38分、エウレイからこの右サイドのオープンスペース、ユミンスボックスに入って持ち込んで右足、勢い与えてましたユミンスはね。このレベルをずっと1試合中通せるわけですからね、はい、すごい体力してますよね、はい、そしてゲームが動いたのは後半の8分でした。立ち上がり、岩下からの、岩下からの長いボール、ね、ドゥドゥが持ち込んで個人技、中へ折り返してガラーキのゴールマウスへ石津、1対0。これはなんかドゥドゥの特徴分かってるから石津もあそこに来てたんだろうしね、はい、ひょっとするぞ奪うぞこれみたいなね、アミスパーが1点を先制します。しかし山形反撃、29分でした。これだよな、そんな話しちゃって囲いが一旦弾きますが、最後はフェリペ・アウベス、まあ、同点ゴールで1対1。この時は苦しかったね、はい、そしてアディショナルタイムでした。鈴木から田村、最後は枝村、アビスパ移籍後初ゴールはなんとなんと劇的な決勝ゴールになりました。いやー本当だよ、ますね、やっぱりいろんな、ね、ドラマがあるよね、やっぱり。さあそれでは井原監督のインタビューお願いします。勝ちました井原監督です。最後劇的なゴールでした、勝ち切りました、おめでとうございます。ありがとうございます。振り返っていただいてもよろしいですか。そうですね、本当に今日大勢のサポーターが来てくれて後押ししてくれました、同点に追いつかれたんですけれども、本当最後の最後までね、もう1点取りに行く姿勢を見せてくれて、最後なんとかね、素晴らしい時間帯に、勢いのつく2点目が入って、本当に良かったなと思ってます。まさに最後は監督の采配が当たったというような形ですか。いやここちょっと過密日程なので、非常に選手のやりくり難しい中で、本当出た選手がみんな結果を出してくれたなというふうに思ってます。今日もちろん大勢の方々が応援に駆けつけてくださいましたが、テレビの前でもたくさんの方が見てらっしゃいました。メッセージを最後によろしくお願いします。そうですね、まだまだ52戦終わったばかりですし、もっともっと順位を上げていかなければいけないと思いますし、我々 J2 優勝を目指しているので、これからこの勝ちを、この勢いをね、また次の試合につなげていけるように精一杯頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。勝ちましたアビスパ福岡井原監督のインタビューでした。まさに宮澤さん、選手起用がハマった、いや見事にね、結果が出ました。悩んだと思いましたけどもね、最後に変わった選手がね、勝ち点3を持ってくる、持ってきてくれるっていうのはやっぱ大きいですよね。そうですね、ピッチ解説山下さん、はい、今日の一戦ですけどもね、劇的なゴールで、はい、決めましたね、最後枝村が。そうですよ、本当に枝村選手がよく決めたなと、はい、あとはもうミッシェルさんの声が田村選手に聞こえたんじゃないですかね。あ、最後までやれっていうのが、でも山ちゃんも感じてただろ。そうですね、もう彼が最後に体力もうダメだと思ったら終わったよね。そうですね、あそこで最後にゴール前に行ったっていうところが素晴らしかったです。そうですね、ですね、前に行きましたね、はい、よく持ちこたえですね、はい、素晴らしい。山下さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして宮澤さん、はい、この後ですね、またアビスパはゴールデンウィーク中2日で次節を変えませんということになりますね、はい、そうですね、今節メンバーも何人も変えてますしね、そういう期待される選手たちがまた次にね、試合前も今日駒野選手と永遠と僕喋ってました、次節だなって言ってたら、はいって言ってましたそうですか、頑張ってくれるでしょう、またね、今日の勝ち点3また乗っていけそうな、そんな勝ち点3ですね。これは本当にもう帰りの気持ちがウキウキしてくれよ僕は。そうですね、見事にアビスパ劇的な勝利を収めています。解説は宮澤ミシェルさんでした。宮澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。アビスパ見事に勝利です。この番組は
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。